相鉄新横浜線は、神奈川県横浜市保土ヶ谷区の西谷駅から、神奈川区の羽沢横浜国大駅までを結ぶ、相模鉄道の鉄道路線である。ただし、国土交通省への届出状を用いられている名称は、西谷駅、羽沢横浜国大駅間が、相鉄、JR 直通線となっている。駅ナンバリングで使われる、路線記号は SO。 もともとはこの路線は、旧運輸政策審議会答申第7号、第18号にある、神奈川東部方面線計画の一部分を構成する、区間であった。2000年代に、都心直通プロジェクトと銘打たれ、相鉄本線と、JR 東日本湘南新宿ライン及び、東急電鉄東横線、目黒線を連絡し、東京都心部へのアクセス路線として整備が進んでいる、路線である。 整備主体である鉄道建設運輸施設整備支援機構によれば、西谷駅、羽沢横浜国大駅間の第1期線は総鉄 JR 直通線として、羽沢横浜国大駅新横浜駅間の第2期線は東急新横浜線とともに、総鉄東急直通線の名称で建設が進められている区間となっている。この路線全体の運営者である 相模鉄道による路線名及び鉄道要欄では単に新横浜線ではなく会社の略称相鉄を含めた相鉄新横浜線としている。これは同じく神奈川東部方面線計画の一部分を構成する東急新横浜線との混同を防ぐためである。一方、前述の通り保有者である鉄道運輸機構による事業名称は西谷駅。 羽沢横浜国大駅間が相鉄 JR 直通線。羽沢横浜国大駅新横浜駅間が相鉄東急直通線となっている。なお、相模鉄道による国土交通省への運賃認可申請書上の路線名としてはこちらの事業名称のものが用いられている。二千十九年十一月三十日の相鉄 JR 直通線区間開通時点では 新横浜駅まで路線が到達していないため、相鉄は当面の間旅客案内において、相鉄新横浜線の名称の使用を控えており、相鉄、JR 直通線あるいは単に JR 直通線などの名称を用いている。ただし直通先の JR 東日本では、公式ホームページにおける、はざ横浜国大駅案内において、接続交通機関として、 相鉄新横浜線の名を用いているなど、相鉄以外の事業者においてはこの限りではない。東路線の西谷駅、羽沢横浜国大駅を利用する場合、30円の加算運賃が必要である。2019年11月30日の第1期線開業時点では、本路線を走行する列車は、ほとんどの列車が海老名方面と、 JR 線新宿方面とを直通する列車である。特急は全列車が直通である。また、本路線内においては全列車が各駅に停車する。2021年3月13日が夜改正で、日中時間帯はすべて確定に変更された。列車番号は以下のように定められている。列車番号とは別に、先頭車両の左上か、 左倉庫に2桁の運行番号を表示している。列車番号と運行番号の関連性はない。下記は2021年3月13日のダイヤ改正時点のものである。10の位の数字によって軍として管理されており、7軍は原則として1日ごとに1送りされる。相鉄線内のみ運行番号を表示し、JR 線内は列車番号を表示する。 これとは別に改装として、全日深夜に一往復、羽沢横浜国大駅まで直通未対応車が乗り入れるときに、上記の運番に該当しない列車が入線するが、ここでは省略する。8.9群については、その日に、川越車両センターから出庫して、埼京線、臨海線内の運用に着いた後、新宿駅北を始発とする相鉄、JR 直通線として、 相鉄線内に入線し、旧軍の運用として、新宿駅以南の相鉄、JR 直通線を運行し相鉄線内に退泊する。翌日に八軍の運用として、相鉄線内から出庫し、新宿駅北を終点とする相鉄、JR 直通線の列車に着いた後、埼京線、臨海線内の運用について、川越車両センターに入庫する運用となっている。 2021年3月13日改正より、平日のみ97運行が新設されたが、この運用については、相鉄線内執行として、朝81運行として、JR 線内に戻った後、折り返しで相鉄線内に再入線したときに、この運用番号となる。なお、 他の旧軍の運用と違い、新宿駅、海老名駅を二往復後、JR 船内の車庫に入庫する運用となっており、相鉄船内で大泊を行わない。例外として、試運転列車には運行番号が設定されていない。試運転で表示されている番号は、出場時の検査で使用された番号となる。すべて通勤型車両で運転され、乗車券のみで乗車でき。 全列車重量編成で運転される。相鉄本線で運転されている種別のうち、本線列車と泉野線直通列車双方にある種別は、通勤急行、快速、各駅停車であるが、当線列車との接続を呼び、待ち合わせがある列車については、以下のように表記する。また、本線の列車は一部を除き、横浜駅、海老名駅間、泉野線直通列車は、 横浜駅湘南台駅間で運転される列車のため、本線列車は上下とも、本線、泉の線直通列車は、下り列車を湘南台駅、上り列車を湘南台発と種別の頭にそれぞれ表記する。なお、当線と本線の特急については、当線は本列車、本線は特急と表記する。平日朝、上りのみ運転される通勤特急は、 泉の線湘南大発のみのため、湘南大発通得と表記する。本線内のみの種別である急行は、頭に本線は付けない。特急円を表記は、リミテッドエクスプレス。種別色は大色、色、よび緑色。相鉄線内最速の種別である。相鉄線内、羽沢横浜国内駅、海老名駅間の途中、停車駅は、西谷駅、二股川駅、大和駅である。 基本的には、相鉄ウェビナ駅発着及び JR、新宿駅発着で運転され、相鉄線内での途中駅発着の列車はない。朝、夕に、毎時3から4本設定され、長時間帯に平日は、下り武蔵浦和発が、上り池袋、武蔵浦和、大宮、川越行きが、土休日は、下り差し扇、大宮発が、 上り武蔵浦和は、大宮駅がそれぞれ運転されている。また、川越駅発着の列車については、JR 線内で平日は、通勤快速と休日は快速となり、それ以外の列車は、各駅停車となる。全日下りは一部を除き、西谷駅で、本線快速と接続、二股川駅で、湘南台駅確定と接続する。 平日登りは5から6時台の1本のみ、西谷駅で本線快速に接続、朝ラッシュ時及び夕方、夜時間帯は、瀬谷駅で先発の急行を追い抜き、二股川駅で接続、朝ラッシュ時のみ、西谷駅で湘南大発通徳もしくは湘南大発通急に接続、夕方、夜時間帯は、二股川駅で湘南大発確定に接続、西谷駅で、 本線快速に接続する。土休日上りは、二股川駅で湘南大発確定に接続、西谷駅で本線快速に接続する。なお、平日朝上り本線通級は本列車の次発なので接続は行わない。各駅停車英語表記はローカル。種別色は黒色、または灰色、および緑色。確定は各駅停車の略称であり。 その名の通り各駅に停車する。種別幕や路線図などでは、確定と表記されることが多いが、駅や、車内の案内放送などでは、各駅停車と放送することが多い。JR 線直通系統、本線直通系統、線内系統の3つに分けて以下に示す。他の自社車両は、終電後に回送列車としてのみ、羽沢横浜国大駅まで入線している。 相鉄線内折り返し列車にも使用される。導入予定車両現在の乗り入れ車両、JR 東日本将来の乗り入れ予定車両平日の朝ラッシュ時間帯に、上り列車のうち最高尾車両が女性専用車に設定されている。設定列車、区間は平日朝ラッシュ時間帯の7時20分から9時30分までに、JR 埼京線大崎駅へ到着する。 新宿方面行き JR 線直通列車の海老名、大崎間。第1期線開業後、引き続き、第2期線となる羽沢横浜国大新横浜間4 2トルが整備される。開業時期は2022年度下記を予定し、同時に開通する東急新横浜線を介して、東急東横線、目黒線、都営地下鉄三田線。 東京メトロ南北線との直通運転を開始する予定となっている。現時点では、埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線、東京メトロ副都心線、東武東上線、西武有楽町線、池袋線の各線との直通の実施については未定である。同区間は、基本的に車両規格の小さい相鉄。 東急直通線用の車両により運行されるものの JR 線内での輸送障害時に相鉄 JR 直通線の列車が新横浜駅で折り返せるように第一期線と同一の車両限界で建設されている。ありがとうございます。